うん、美味しい。この酸味は確かに夏にいいね。爽やかな、うん、重くない煮込み、うん、こんにちは、フェリーチャー大池です。本日もご視聴いただきありがとうございます。はい、今日のメニューは今日は豚肩ロースのバルサミコ煮込みです。バルサミコ煮込み、今までのは何だっけ、作ってるのは大体塩豚で野菜と、うん、まあしかも水なしで煮込むとかね、うんうん、そんな感じですけど、今日は美味しいバルサミコで煮込んで、うん、こう酸味のある煮込みを作りたいと思います。なるほど、はい、要はチャーシューみたいなものですか。あ、見た目チャーシューっぽくなるね。なるなる。でもチャーシューとは違うの。チャーシューはやっぱりちょっと違うよね。チャーシューだと豚バラが多いよね。まあこれ肩ロースだもん。肩ロース、まあでもまあ見た目はすごくそれに近くなる。味は、味わいは全然違うよ、バルサミコとね。はい、でもあのお酢が効いて、うん、まあ暑い時でも食べられると思います。国産の豚肩ロースね、今日は 600g ご用意しています、うん、ちょっと大きめの方が美味しくできます。はい、はい、そして玉ねぎ、人参、にんにく、ローリエ、ブラックペッパー、そしてお味噌、ちょっと今日コク出しで使いたいと思います。はい、はい、そして塩コショウ、オリーブオイル、バルサミコ、赤ワインです。はい、それでは豚に塩コショウしていきましょうね。常温に戻してくださいね、うん、はい、1% のお塩、はい、ね、600g で 6g のお塩しますね、うん、あれ肩ロースもさ、うん、たまにあの紐巻いてあるやつあるじゃん。紐巻いてね、うんうん、あれは何だ、紐が。あれは形を崩したくない時に、丸くしたい時は紐で結ぶけど、だから、まあ、今日の結んでもいい、結ぶとよりこうチャーシューっぽくね、なるけど、まあいいんじゃないですか、はい、お家で食べる分にはね、これね。熱心はもう紐で結んだんですよ。最初から結んである、はい、それを買えばいいんだ。そうそうそう、だから皆さんぜひ日清へ。日清はだから近くないどこの町にもあるスーパーじゃないからじゃあちょっと胡椒しておきますね、うん、と OK、 はい、じゃあ一緒に煮込む野菜ね、玉ねぎと人参一緒に煮込みます。よし、今日はどんなところに魔法があるの。魔法、うん、今日の魔法はね、あの味噌です。味噌。ああ、なるほど。そう、そもそもバルサミコと味噌って相性いいし、うん、赤ワインと味噌も相性いいのよ。へー、なのでよければね、今日は味噌入れてみてください。なるほど、うん、そうだ、今この大きな塊肉で思い出したけど、うん、はい、ノリフランス3人暮らしのっていうチャンネル登録あの9万6千くらいいらっしゃるフランスに住んでる日本人の主婦の方が家族の生活を YouTube で紹介してるっていうチャンネルなの。2ヶ月くらい、1ヶ月くらい前だっけ、急にローストポークか、そう、ローストポークが急に伸びた、そう、1ヶ月前にポーンって伸びたの。でコメントにノリさんのところから来ましたって、ノリさんってなんだなんだって言ったら、ノリフランス3人暮らしのノリさんがアオちゃんのローストポークをあの真似して作ってくれて、概要欄にここの、うん、買ってくれたの、ここのやりましたってリンクを買ってくれたの、うんうんうん、美味しいって喜んでくれた。本当に、そう、だからもうワールドワールドの男だね。フランスでも通じる通じる、ま、マジ、うん、なんかの偶然見てたの、うんうん、のりさんのは、うん、あ、ご存知だった。そう、知ってて、なんだろうなと思って、はいはいはい、でもチャンネル名は本当に失礼な話なんだけど、うん、覚えてなくて、うん、あ、このチャンネルの方が真似してくれたんだと思って、でちゃんとコメントでいつかフランス行ったらコラボしてくださいって伝えておいた。え、お返事来ました。まだあのいいねマークだけ来ました。あ、いいね来てた、うん、子供が可愛いのよ。あ、そうなんだ。子供が可愛いの、海外の人も見てくれてますから。嬉しいです。結構イタリアに住んでますって人も見てくれてるからね。ね、だからどんどんあの概要欄にリンク貼っていただいて ね、まあ、一般の方は概要欄なんてないからはい、人参ね。人参、はい、乱切りにしてます。人参もね、煮込むと柔らかいからね。いいね、でっかい人参いいよね。ゴロッとね、ゴロッと好きね。今日は 1本でいいですか。いいっす、はい、いいですか、はい、はい、どんどんいきましょうね。肉がメインです、はい、はい、あとはニンニクですね。はい、ニンニクは芯を取り除いて、よいしょ、はい、潰しておきます。よいしょ、はい、OK、 はい、簡単です。もう準備完了です。いいっすね、あと煮込むだけ、はい、あと煮込むだけ。フライパン火にかけます。お肉から油が出ますので、ね、オリーブオイルは少なめで大丈夫です、うん、いつものようにね、肉から焼いていきますよ、うん、いい音ですね、これね。やっぱ中火から強火でやるのがポイントですね。そうで、あの表面にね、やっぱ焼き色つけたいので、もうさっと焼き全体についたらもう取り出しますけど、いいですね、ここ焼き色がついてますね。美味しそうにこんがり表面焼けましたね。はい、このぐらいで取り上げます、一度ね。
どんと飲んでいきましょう。うわこれ美味しそうだ ね, ちょっとね休ませてちょっとフライパン置きます。熱すぎるから。お野菜炒めますね。はい、はい、オリーブオイル引きます、ね、フライパンきれいにしました。で温めてニンニクね、はい、はい、潰したニンニクです。はい、いいですか。はい、じゃあお野菜も入れていきます。玉ねぎと人参です。はい、ね、じゃあちょっとこれ柔らかくしんなりするまで10分ぐらいかな、炒めます。結構柔らかくなるまで野菜炒めなきゃいけないんだ。野菜はそう、しんなりするまで炒めます。ちょっと塩振りますかね。お野菜にも塩振っておきましょう。はい、さあ、いいですかね。はい、はい、玉ねぎがね、少しこうしんなりして火が通ってきました、うん、ちょっと焼き目もついて美味しそうです。それでは、先ほど焼いた豚を戻しますね。はい、ドンと。で、この豚を戻したタイミングで赤ワイン入れます、はい、はい。で、少しアルコール飛ばしてください。いいっすね、なんかこの暑い季節に煮込みもいい、ね、悪くないね。夏だからって、ね、ずっと冷たいものが食べたいわけじゃないからね。そうだよね、うん、そう思います。夜は普通に温かいもの食べますからね。食べますよね、うん、はい、いいですかね。じゃあアルコール飛びました。ここから調味料どんどん入れていきます。はい、バルサミコ、私はお酢が好きなので100入れます、はい、で、お酢が苦手な方は半分ぐらいでもいいと思います、うん、ね。ブラックペッパー入れます。で、ローリエね、はい、ローリエ入れます。コク出しの味噌です。そんな量入れませんが、大さじ1杯ぐらいね、差し込んであげてください。味噌ね、今日は信州味噌使ってます。 OK、 はい、それでは調味料すべて入れ終わったら最後お水入れますね。はい、はい、まあ、ちょっとお野菜がね、ひたひたになるぐらいでいいです。あの、お肉は大きいんで顔出てても大丈夫です。このぐらいでよろしいと思います。ここから煮込んでいきますね、うん、途中あのひっくり返してあげてください、お肉はね、はい、半分ぐらいでね、約1時間です。じゃあ落とし蓋して煮込みますか。はい、それでは弱火にして約1時間です。はい、はい、待ちましょう。はい、1時間経ちました。はい、ね、見て真っ黒。おお、美味しそうに煮豚ができてます、うん、で、これ少し5分ぐらい少し水分飛ばしたいと思います。はい、はい、で、お肉はもう出しましょう、うん、ね、火通ってますんでね。よいしょ、いい、いいね。はい、それではお肉切っていきますね、うん、いいですか。はい、はい、うん、今日も柔らかいっすよ。おお、いい感じじゃん。チャーシューに見えるかい。チャーシューには見えないね。見えないね、うん、塊肉、塊肉だね、煮豚ですね、うん、はい、お味噌の味がどう生きてるかですね、はい、いいじゃないですか、ちょっとピンクで、うん、柔らかくてね、すごくいい感じですね。本当に通り過ぎてない感じ、硬くないっすよね。うん、いや、うまそう。はい、OK です。じゃあちょっと今水分飛ばしてます。だいぶもう強火で飛ばしてるので一瞬でね、水分だんだん飛んできます。味見します。うん、十分ですね。あの、塩しなくても十分味付いてます。最初の野菜の塩とお味噌で味付いてます。はい、ではもうこのぐらいでいいので、はい、お皿に持っていきましょう。はい、簡単でいいね。簡単だよ ね、 ほんと。はい、じゃあお肉も持っていきます。すごいね、えどんと、すごいね、ボリュームある。じゃあ仕上げですね、うん、少しブラックペッパー引きます。オリーブオイルです。 OK、 ちょこんと乗せて、では仕上げにね、はい、美味しいバルサミコゴールド、いい、もしお持ちの方はこれかけていただくと、うん、さらに美味しくなります。はい、はい、完成です。はい、食べましょう。いただきます。うん、美味しい。なるほど、この酸味は確かに夏にいいね、うん、ね、爽やかな、うん、うん、重くない煮込み、うん、これのりさんまたやってくれると嬉しいですね。ありがたいですね。ね、はい、脂身がもうちょっとあってもいいかなと思った、お肉に。あ、肉のね、うん、じゃあ豚バラでやってもいいかもね。豚バラでも全然いいんじゃない、うん、チャーシューっぽい感じの脂がさ、そうそうそう、このそのお出汁、バラサミコのお出汁美味しいから、お肉の脂とね、ちょっと酸味が効けば ね、 ね、いいかもしれない。いや、全然豚バラでも多分これ俺いける気がする、はい、脂多めの肩ロースとか ね、 ね、 でいいと、ちょっと我々ちょっと少なかった ね、 ね、はい、うん、ね、そんな気がします。はい、はい、あ、そうそうそう、それで言いたいこと一つあるのよ。何、今晩、6月18日20時から20時15分からブラタモリの後 NHK 総合
またあの安い演出シンキングがオンエアされますので、これを今見た方20時前ならぜひ見ていただきたい。そして過ぎたとしても NHK プラスでご覧いただけます。ぜひよろしくお願いします。この後ってこと？この後ね。でもこの後はいつ皆さんこの後見てるか分かんないけど、あ、そうかそうですか。そうそう、ね、NHK プラスで1週間ぐらい見れるはずなので、確かにぜひ見ていただければ幸いかなと。今回もいろんな世の中の課題を解決しています。いいですね、はい、楽しみにしてます。ぜひぜひ見てください、はい、私はビデオ撮ります。はい、はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンもお願いします。はーい、じゃあシンキング見てください。